レスリー・ハリスさん、おはようございます。はい、おはようございます。昨夜のトランプ大統領の発言を受けていかがでしょうか。はい、そうですね、今日の朝7時のニュースでも言っておりましたけども、1ドル108円まで入ったということで、まあ、非常に気になるところではございますけども、今8時50分ね、気配値としては何ら変わっておりません。よって今の状況ですと何も変わらないと思います。はい、もうすぐ前場が始まります。今日の株価はどうでしょうか。そうですね。今日日経平均株価と、まあ、個人銘柄の株価上がっていただきたいと思います。まあ日銀のね、買い支えに期待して、今日一日頑張ってやっていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。設備ハリスさん、横浜屋ラーメン、お味の方は。はい、今食べてみます。見る前に油抜きしましたけど、美味しかったです。こんにちは。4月13日木曜日の東京マーケット情報です。トランプ発言が大きく響きました。日経平均は終値でも今年の最安値を連日で更新しました。今日の東京市場の値動きです。今日の東京株式市場はトランプ大統領のドル高を牽制する発言で円高ドル安が一段と進んだことから、日経平均は4ヶ月ぶりの安値となりました。今日の東京外国為替市場、およそ5ヶ月ぶりに1ドル108円台まで円高ドル安が進みました。現在は109円台前半で取引されています。